モンスターション TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。インガザラシでやっていきましょう、はい、さあ今回もやっていきますよ。レディコードフィクション、ママルさん来ております。よっしゃー、今回の遊戯王開封。もう遊戯王だらけです。だって今これテーブルがすいませんけどマジでヤバいことに、はい、今回ちょっとね、あの前回に引き続き、はい、ドラゴンビートを目指してですね作っていく。まあ今回はそのまだ分かんないと思うんですけど、うん、ドラゴンビートデッキメインではなくてエクストラデッキという、なんて言えばいいんでしょうねエクストラデッキというすごく重要になってくるデッキが、デッキとエクストラデッキっていうのが必要なんですよ、勝負するには。え、知らなかったでしょ。え、40枚40枚がデッキです、メインデッキ。エクストラデッキという最強カードね、が必要なんですけど。え、何枚ぐらいいるんですか、それ。それは15枚です。マジで、はい、?55 枚 ?55 枚ですね。まあ、サイドデッキっていうのも本当はあるんですけど、それはまあ置いといて、2分みたいな。戦うのに普通に55は最低ラインで必要なんですか。まあなくてもいいんですけど、エクストラデッキは。はいはいはい。でも、ドラゴンビートには、まあ入れといた方が確実に強いし、はぁ、入れとくべきですね、エクストラデッキというのは。それをここから出しに行くってことですか。そうです、それに必要で、はあはあ、プラスちょっと当たり枠として高額になってくる女の子を狙いに行きたいと思います。おお、いいですね。今回のボックス、これはカオスインパクト。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。スーパーカオスインパクトです。え、やべえ、この竜めっちゃかっこいいじゃないですか。これ狙うんですか。これじゃないっす。あれ、この強そうな竜はそんなに狙わなくて大丈夫です。え、いいんですか。はい、マジで使わないし当たらないっていう。あ、出ない。あ、出ますけど。出るけども、別に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 、まあスルーしていただいて。出たら出ないともう喜びそうだけどね。そうですね。マスカレーナというカードがいるんですけども、はいはいはい、スーパーレアならお安くなってるんですけども、うん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 、シークレットレア、20周年のシークレット、あ、まあ字が赤くなったりとか、赤くなってたりとかするレアを当てれば2万ぐらいですね、買い取りで。マジで、はい、マジで。そうなんです。いや、赤とか俺の時代そんなのないけど、20周年記念で出てきてるレアなんで。そうだそうだ、すげえ。15年前は5周年記念なんでいいっすね。じゃあ今回は狙っていくのはマスカレーナ。マスカレーナ、マスカレーナ1点狙いで。1点狙い、1点狙いで大丈夫ですね。マックスなんかもう1個当たったら嬉しいなみたいな。まあありますけど、まあ、随時、まあ随時いってきますそうか、もう2軍でこのボックスのノーマルを使ってデッキ作るのもありですかね。はいはいはい、まだまだ可能性を眠ってるんで、まあ、とりあえずは、はい、まあ、マスカレーナ狙い、マスカレーナ狙いでということでやっていくと、エクストラデッキを温めていくと。よし、いいですね。じゃあ早速ちょっと今回も開封をやっていきましょう。はい、はい、ということで早速開けていきましょう、はい、カオスインパクト。さあタイトル書く濃いし、めっちゃ多いよね。かいいよね。で、別に嫌じゃないんでしょ。そうなんです。何やねんなんでやねんとしか言わない。わあ、四角いボックスはこれがついてるからいいですよね。この何これ、何これ。これはあの販売とかするときに、はあ、やっぱりこの箱を組み立てたりして置いてるじゃないですか。はい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 、はい、それが家でできるっていう。あ、いいっすね。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。すげえわかる、そのワクワク、その少年心。え、っていうか俺このタイプの箱はこれこそまさに15年ぶりぐらい。ああそうですね。上級する直前に開闢とかの、開闢とかの箱をこんな感じですよね。これでした。もうそれ以来、あの開闢の箱今残してればいくらになったか。いや俺だからネットで検索して、はい、15万。はい、そうそうなんですよ。まあ言うてね、当時そんな全然買えないから1個買ったら開けますよ。開けますよ、開けますよ。それはしょうがないですよ。あのね、当時の自分に言ってやりたい。取っとけ取っとけ15万やぞ。15万になるからじゃあ同時にちょっとこれ開けていきますか。はい、オッケー。さあ行きましょう。そのマスカレーナ、マスカレーナ目指して流れでパッてしていきましょう。せいせいせい、1個、はい、レアきた。お、スーパーレアですね。はい、まあまあねでもこれ結構そのまあまあレア、そんなに古くないので、うんうん、内容的に俺もあんま知らないですよね。おお、最近よりですね。そうです、だからマスカレーなんで一点狙いって感じです。うん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 、それ以外はほとんど分かんないんで。まあ言うて、でも使おうと思ったら使えるやつはあることですもんね。そうですね、だから有名なカードは見れば分かりますけど、うんうんうん、ここにちょっとまあスムーズな感じでレアを貯めていこうか。いやー、あー、でもなかなか出ないですね。いや、ここからまだある、まだまだ全然ある。もう勇気くんだったらここから出しますから俺のターン、ボロよし。あ、おお、何これ、やばくね。これはですね、え、やばくね、このレア天意の竜
竜騎士。竜騎士何これ。レリーフ。レリーフ、はい、やばくないこれ。これは効果後でじっくり読ませていただきます。すげえ。うわめっちゃかっこいい。これはレア度的には結構高いのでですよね。これ初めてのレリーフってことで。やばくね。いいじゃないですか。すげえ。効果で強いのかどうかは分かんないですけど、後で見ます。あ、ノーマルじゃないのこれ。これノーマルではないです。あ、そっか、白か。ノーマルかと思った。すげえ。あ、俺、逆にそれはええな。いいんじゃないですか。俺もなんかウルトラレアが来た。ホルスじゃないですか、それ。ホルス？あ、違うわ。貴公子、ヤタノミサキ。ヤタノミサキって名前です。俺は、かっこいいです。あー、いいね。もう一番重要。かっこいい。確かにめっちゃかっこいい。でもなんか効果良さそうですよね。なんかかっこいいし。適当。いやいや、ワンチャンね。わかんないですよね。まあ、それでも後でね。あと、この中、デリーフのやつはちょっと、見たいですよね。このトップ3でいいカードは知ってるんですよ、このパックの。うん。でも、それはまだ出てないっす。え？出てないので。マジで？だから、ちょっと悩みどころですね。マジかよ。あ、お、スーパーレアです。すげえ。これは、わかんないですけど、そのトップ3ではないですね。俺も、ただのレアですね。マジで頼むよ。出ないと、悲しいですね。まあね。売り切れてるんですけどね。でも、そのレリーフ出てるからなんか良さそうですけどね。いや、そうでもないです。あれあったね。でも言うて後でなんかデッキに盛り込めそうですよね。なんかまあ何かしら盛り込もうと思えばですよね。お、レアがだいぶ続いている。ここで会心の一撃をぶちかます。へい、はい、あーあーさすがでーユニくん出ないね。あーっとこれはマスカレーナも出ない。マジでスーパーレアすら出なかったら悲しいですよ。俺はこのパックにかけてるぜ。似たい。え、全然似てない。誰かは全然わかんない。本当にユーギくんかカイバーぐらい。どっちか。どっちか。間。お、なんか来た。あ、なんか来たけど、別にやろう。違います。あー、かっこいいのに。種類が、あー、スーパーレア。あ、でもこれは結構、お、のどかな埋葬か。のどかな埋葬だよね。埋葬系は結構使えるの多いんでね。愚かな埋葬とかありましたもんね。そうです。こっちはこんなやつが来ましたね。トラくん。トラトラトラ。破壊神のマガタマ。なんかこれ良さそうだけどね。そう、良さそうです。日本っぽい。これはまあ、効果読んだところ、使えるデッキは限られてきそうですね。すごい。最大限言葉選んだんですね。まあでも使えるとこは使えそうです。結局実用的かどうかの世界になってくるんで、ね、まあそうっすよね。光ってるとね、なんかこの後そのなんかファイルとか買いたいんでファイルに飾れるし。ああ、はいはい、嬉しいじゃないですか。ゴルボーネ。ゴルボーネとかもう出てこないっすね。いや、まだありますよ。まだあります。俺もまだあります。まだある、まだある。出ないっすね。でもそう考えるとやっぱこっちの箱嬉しいっすね。なんかその半分ぐらいのパックだとね、もう終わってるぐらいだけど。多いっすね。ね、嬉しい。さあここで来るか。イエイ。お、いや、なんか光ってる。なんか光ってる。おー、しゃ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 。まあまあまあ、スーパーレアなんで。いや、まあ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 、お値段的にはどうですかね。1000円いかないぐらいですかね。1000円ぐらいですかね。でかいっすね。でかいっすね。でかいでかい。やったー。これ、1個まず任務。まあ、任務は完了です。え、1個の箱に1個だけ。まあ、これで26が出てくることはほぼないでしょうね。そうですよね。まあ、でも言うてた機械が全部やってるかわかんないです。まあまあ、そうっす。昭和あたりって感じっす。いいでしょ。ワンチャンある、ワンチャンある。お、シークレット、シークレット。でもさっきのなんかゴーレムみたいなやつのシークレット、これはダメでしょう。だってさっきなんか出てましたもんね。シークレットがこいつというのは、シークレットっていうのは限られてるんですよ、うん、もう1枚とかで。で、だからもうシークレットが出た時点で、うん、レア度が高いカードにシークレットがついてたらいいんですけど、こいつについちゃってるんで。まだわからないぜ、城之内くん。やりましょう。最後まで。今似てないでしょ。今のは、うん、あれですか、インセクター剥がす。ひょひょひょ、なんか出たやつ。ひでぇ。こうしてしまえばいいんだって書いてあんなことできる。いや、俺ほんとフルボッコにしますよ、あんなやついたら。育ちが悪い。ねぇ。あんな大切なカード。いや、ようやるぜ。じいちゃんからもらったやつやね、あれ確か。クソやろ、思いやりがない。ねぇ、ダメだよ。あ、おー、やばい。そっち続きた。じゃあ僕のパックを開けます。早すぎたパック開封。早すぎた、もうそうだ。さあまだある。俺はかけてるぜ。おお、なんかかっこいいの来た。これは、あ、表紙のやつですね。あ、これが、やった、ファイヤーウォールドラゴンダークフルード。いいやん。ファイヤーウォールドラゴンっていう、うん、こいつのライトサイド版というか、はあはあ、ファイヤーウォールドラゴンっていうのがいるんですよ。はいはいはい。それはもう主人公が使ってましたからね。これは、これはわかんないです。ダークサイド版みたいな感じじゃないですか。主人公のやつを説明してくれたのすげえ嬉しいんだけど。で、これはっつったら知らんすって。それは分かんないですよね。それは草。まあでもいいんじゃないですか。まあ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 、表紙はまあ出るでしょう。でもマスカレーナ出たのは熱いですね。うん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 、そうだね。さて、あー、出ないっす。大丈夫、まだこっちに2パックある。俺は引く男だ。
く。あ、なんか光ってる。誰これ。懸賞金。犬。懸賞金は面白いね、これ。懸賞金もしかすると。もしかする？もしかしちゃうやつ？まあ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 。こういうなんかちょっと、可愛いシンプル系のイラストって意外と効果強いですよね。結果は？まあ、使えるかもしれないですね。使えるかもしれない。ドラグンビートには入らないぐらいですかね。ドラグンビートを作らなあかんからね。ザ、ラスト、俺もついに、はい、ラストパック。えい。えい。えい。やい！あ、なんか来た！最後！かっこいいですね。雷号すごい破壊層リンク4ですね。リンク4イコールリンク4、こっちはリンク5ですからね。え、リンク4とこって何なんですか。昔生贄召喚ってあったでしょ。はい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 。とほとんど同じです。4体モンスターを生贄にしたり、例えばリンク2と3体モンスターとかで5になったりとか。はい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 、はい、リンク5を出すには5体分のモンスターが必要ってことになってくるんですよ。え、早々に出せなくないですか、5体って。そうなんですよ。ただ今の環境だと出せたりするんですよね。あ、いろんないろんな効果が重なって。へぇー、俺個人的にこれ結構気に入ってるんですけど。かっこいいですね。雷号安いですけど。あ、破壊層、破壊層ってあのワンピースにもいるんですよ。破壊層ウルージっていうのがいるんですよ。え、あれ破壊層でした。破壊層です。あ、じゃあもう破壊層。俺しかもあのエネルの技に雷号がありますね。そう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 、もうなんかいろいろ空島の人が混ざっちゃったみたいな。あ、じゃあもうエネルでいいじゃないですか。エネルージ、エネルージ、エネルージで。今回は、まあ、表紙も当たりの、マスカレーノも当たりので、エネルージー、エネルージーも当たり、当たりの。でもレア多くないですか、光ってるの。シンプルにカード枚数が倍なんで、すごい、俺の感動が一瞬で。そうだよねって、はい、ちなみにレアの数とか決まってるんですよ。あ、決まってるんですか。だから妥当です。いやそういうのを学んでいって、これが初心者が本当にガチで上げていた結果、純粋に喜んで、よっしゃ来た来た来た来てるよ。レアの数も決まってるし、レアの種類の数も決まってるし、あ、だから全部一応もうなんなら1パックに1枚絶対レジレアは入ってくるんで、これを数える必要はないです。わりかし、あ、ジレアまた出てる。え、本当に本当に、あ、ジレア出てくれたり。そうなんですよ、僕らの時代はそうでしたよね。だから出ないですよ、ジレア出なかったっす。出ないですよ。今ではもう1パックに絶対1枚は入ってるんで、これはもうほぼノーマルと一緒です。当時はレアでもなんか嬉しかったけどね。嬉しかったっすね。そういうことね。はい、うん、そんなこともあるでしょう。はい、はい、ということで上げていきました、はい、カオスインパクト、はい、これが言いたいだけでね。こっちが気持ちいいですね。言ってやったみたいな。そんな感じでございますけども、まあ結果としては、はい、いいっすよね。いいっすね。まあマスカレーナが出たのは狙い通りということで、素晴らしい。来ました来ました来ました。本当シークレットがね。まあでも今後いろんなパック開けるでしょ。でもどっかのタイミングだから、そしたら開けていけば、そういう2万クラスのせばいつか当たるかもしれない。そう、こう売りますからね。いや、それは賛成です。デッキ1個買えますから。やばいっすよね。まあまあ言うてね、あの俺結構ね、そのコレクションするの好きだから。ああ、そうだからこの後ちょっとそのファイル一緒にね、そうですね、探しに行って。でもね、結構飾ると思う。ああ、もうじゃあジョンさんが破産していくのを見届けるチャンネルが。よくない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 。なんかね、だからその9枚貼るじゃないですか、はい、1ページに並べたいですよ。2万のやつをペンみたいな。3枚50万20万80万やばい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 、それは死ぬ。後にね、後にね、そうそうそう、神のカードとか。あー、最高です最高です。青春を取り戻して。惜しいです。オベリスクだ。やりたいです、やりたいですね。やりたいです。そう、ちょっとね、だからなんかそういったような昔のなんかキャラたちのなんかデッキも使いたいですよね。そうですね。今のデッキで覚えていって遊んでいってからの復刻じゃないけど、今のを存分に学んだ後にやるとまた面白いんですよね。だからそういったのもね、やりたいなと思ってるんで。で、我々だから全く同じことを考えてて、今ちょっとね、あの北の国に帰るしかなかったんで、あの時間的にもう帰りましたけども、将軍様も全く同じで、だからそういったのやりたいねって話したんで、もしかしたらそういったバトルも出るとかね、ね、あのかもしれないんで、皆さんそれを実現するためにもグッと思いっきり押してくれたらなと思います。そして今回、まあ、3連発動画一緒に撮っていきましたけども、はい、ミッコードフィクション、はい、ね、めちゃくちゃかっこいいバンドでございますので、ぜひともみんなチェックしてください。そしてツイッターもね、公式ツイッターございますので、はい、ぜひともそっちをよろしくお願いします。してください、お願いいたします。ということで今回この辺で終了していきましょう、はい、じゃんけんタイムラストいきましょう。最初はクーインガザーラシーパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!